していきたいと思います。ジュラシックワールドエボリューションというわけで、今回はディロフォサウルス、これ解放しないといけないね。で、ここすんげえ人歩いてんな。やっぱりあれ作ろっか。つかこっちの道舗装変えよう。これ高級道じゃなくね、置き換えオンにして。これ低コスト道だよね多分ね。あ、そんなことない。フェンスは壊れましたって。やばくね、それやばいっすね、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 やばいっすね。どこ壊れたよ。そこ？修理クルーが向かっています。え？修理地点で移動中。なんで？アンキロサウルス。マジかよ。リストに追加します。戦闘中の写真撮れなかったっけ？これ戦闘中、ある意味。ある意味戦闘中？あ、もう寝転がってるわ。鎮静状態だわ。制御機構復旧しました。はい。こいつやべえな。こいつ売っ払おうぜ。アンキロサウルス売っ払おうぜ。アンキロサウルス危険すぎだろ。おい、これキャンセルできね。売っ払おうぜ。これちょっともう嫌だ、嫌だ。サウロペルタ戦闘中とかマジむずいんだけど。こいつら戦闘しねえしさ。アンキロサウルスこっちに入れて戦闘させちゃう。移動開始しました。そうしないと戦闘中取れないし、アンキロサウルス問題児だし。コントロールームの色がついてる。あ、ステゴサウルス、ステゴサウルスいいね。なんだっけ、なんだっけ、名前出てこねえじゃんこいつ。サウロペルタ、絶対出てこねえよこんな名前。サウロペルタ、これだ。研究なんかまだのないかな。ないね。調査発掘量ブラボー。ちょっとで星5になってプラボを解放される。沈静化しようぜ。あいつこれだっけ。アンキロサウルスや、アンキロサウルス。こいつか。ああ、心地よくない言うてるわ。タスクの確認。アンキロサウルス絶対強いから大丈夫だよね。僕らのやってることも難しいけど、君のはほぼ不可能レベルだよ。本当ありがとうね。軽いな、しかし軽いな。本当ありがとうね。本当にありがとう思ってる。リソースが増えて困ることなんてない。これは獲得するチャンスよ。なんだこれ。この機会を逃せないように。また壊してる。間に合え、間に合え、鎮静化間に合え。間に合った、ナイス鎮静化。これさ、戦闘写真撮るって必要なくね。もう売ろうぜこいつ、売ろうぜ、売ろうぜ。出て売るの。C で一回選択してから、
売却するってどうやるんだっけ。あれ、意識の恐竜を移動させるか売却し目的地。あっ、こいつあれか、これの対象物だから売却できない。ちょっと寝かしとこう、寝かしとこう。こいつ多分そういうことだ。ベロキラプトルもなんか変なマークついてたもんね。じゃあもう仕方ねえわ。コンクリートフェンスに変えとこも。恐竜に近づきますって、もうそれ無理やん。だってそこに寝てるんだもん、恐竜。恐竜に近すぎますって。もうこの柵が小さすぎて恐竜全部近いやん。恐竜近いの仕方ねえよ。こっち広げられる、ここまで。もしかしてこっちまで広がるじゃん。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、広げようぜ。こうしたらあの恐竜だっても狭いって怒らないと思う。これでも満足でしょう。まあ心地よく寝てるけど今。個体数が多すぎるってこと。なるほどね。そういうことが、個体数っていうのは仲間じゃなくてこの柵の中にいろいろいすぎるっていうことなのか。なるほどなるほど。確かに多いわな。こいつ連れてっか。こっち何がいるの、こっちには。こっち何がいるの。ディロフォサウルス。え、ディロフォサウルス、ここにおるやん。めっちゃおるやん。肉食恐竜飼ってたのか、いつの間にか俺は。すげえな。すげえな。よくも、すごい、これ、鼻どう？ディロフォサウルスめっちゃいたやん。戦闘すんのかな。一応レンジャーチームつけてくるか。タスク追加で補給させて。入場者数を上げる必要がある。お客さんの需要に応えるんだ。バカだ。量と質でも主に。めんどくせー、公開工作めんどくせー。問題発生、島の送電網がダウンした。給料分の仕事を頼むよ。つまり緊急プロトコルに切り替えてお客さんの安全を守ろう。分かったよね。こちらランバート。この障害は人為的なもののようだ。妨害工作そのようだな。どの敵かは分からん。敵、ライバル、ゆすり、リストにはキリがない。ああその通り。健康の低下探ってみよう。また連絡する。恐竜死んでるじゃねえか。戦闘開始しとる。戦闘開始しとる。待て。戦闘開始しとる。どこ？何か足りない気がします。待てよ、おい。は？遠すぎるだと。よし。自分で取ったんですか。じゃあ。いらんなし。治療完了。治療完了。この調子でいけば何だってできるね。でしょ。
死亡してますって言われてる。これも食うか食われるかの世界だ。恐竜に人が食われる世界で苦しんでるのに、妨害行為まで対処しないといけないなんて、やる気はあるよね。アセットの収納に向かっています。ミッションに必要な食…嘘だよ、必要な…ショック。フレッシュな契約を持ってきたよ。いや、いいっす。マジかよ、おい、マジかよ、おい。ショック。ディロフォサウルス隣に移しとけばよかった。ちゃんと戦闘写真撮れとか言うからだよぜ。妨害工作のタイミング、これどこにいるの、死んでる。やばくね、いろいろと。了解。発電所ガントバにある。やべえや。じゃあもう発電所中作れっていうのあったやん今。どうすんのこれ。ミッションがなくなっちゃったんだけど。ミッションなくなっちゃったんだけど。マジか。妨害工作が解決しました。ミッションまた出てくるの待つしかないのかな。ミッション失敗しましたとか聞いてねえよ。サウロペルタ。なんか適当に多いやつ。特大ホームランだったわね。でしょ。お前だろ。しかし妨害工作したのお前だろ。やめろよマジ、マジやめろよ。妨害工作最悪だよ、最悪だよ。ミッションどうすんだよ。新しい契約が発生したよ。君ならできる。6頭以上とか無理だよ、おい。ハードル高すぎだろ、おめえ。うわぁ、ディロフォサウルスどうすればよかったん、俺。そしたら。こっちのゲート閉じるか。ここにも何もいないじゃん。肉食恐竜の行きへ。こっち押す、大丈夫。化石。いっぱい客。あ、サウロペルタ終わった。こっちに来た。
ミッション開始あるやん。ひどいショーが終わる理由って何だと思う？いいショーが終わる理由と同じ。観客が来ないからさ。ペロキラプトルが死んでしまった。パークにゲストを呼び込んで、ゲストのお尻を座席に座らせるんだ。だから帳尻を合わせるなんていうのかな。ペロキラプトルとディフォロサウルス参加してくれるの？やった。じゃあ最初の一歩を始めよう。新しい恐竜を孵化させて生息域を与える。どうするかは分かってるわよね。分かってるわよね。これからショーをするよ。一大スペクタクルショーだ。作るのに何億年もかかったからね。命に注意してご観覧ください。アンキロサウルス。もうこいつ売ろう。売却ある。アセット回収要請を受信しました。台数が多いとか無理じゃん。また暴れるもんね、あいつね。速攻寝かしつきよ、こっち生まれたら。化石セルティオール、ピンタケラ。ピンタケラでいいんだっけ。ちげえ、サウロペルタだよ。サウロペルタ他にないの？いないな。やべえな。 50%、 53%。 ここの道を新しくしてる途中だったんで置き換えで。これ太くしたいけど無理だもんね。コマンドクリエーションとかを移動させるしかないもんね。人が通る道を良くしといて。これ満足だろ。だいぶ満足だろ。何が足りてない？70%。 まあまあ食べ物ちょっと足りてないですね。この契約を引き受けてくれ。 OK。 長期的にはお互いに価値がありそうな気がする。必要ないけど受けちゃった。スタート地点に立ったな。あとのことはここを乗り切ってから話そう。受けちゃったよ。クリエーションラボに行く。よし、そこ沈静化させるぜ。新しいオファーがあるの。何絶対に見るべきよ。知らない。この人知らない。この恐竜知らない。沈静化。ヘリコプター操作しないです。そう、チームじゃない。公表公開中だけど寝てもらうんだよ。了解。こいつ誰だっけ。ディロフォか。ディロフォも寝てもらおう。でこいつが寝た頃にもう一体出してそいつも寝てもらおう。沈静化チーム。あー、1チームしかないのか。評価が信用となっているよ。エンターテインメントのみんなからもね。僕も含めてね。やったっぽい。ヘリコプター。
確認しました。行けよ、絶対行けよ、やられる前にやれよ。テロサウルスやられたら終わりだぞ。お前らの腕にかかってる。よし、入場者数を上げる必要がある。お客さんの需要に応えるんだ。上げて上げて上げて、落ちてきたら私がキャッチして蹴り上げます。まあでもね、そういうこと言って特殊な明るさが必要ですね。なんで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 、問題発生。島の送電網がダウンした。給料分の仕事を頼むよ。つまり緊急プロトコルに切り替えてお客さんの安全を守ろう。分かったよね。妨害行為じゃないかと疑っている。また？いや、確信があるな。妨害工作？そのようだな。どの敵かは分からん。少しの友達と大量の敵、覚悟してかかるんだ。ああ、その通り。探ってみよう。また連絡する。またあいつだろう、もう。なんでやねん。作ろうぜ。でかいのレンジャーの近くに。作れない？中だったらどう？ダメ？病気になってるの誰？電気が来たらどういかなるだろう。これが完成したら、レンジャー4、電気まだ。各恐竜が安全な囲いの中で飼育されているかを確認しようって。無理でしょ、無理でしょ。まだ電力、お願い早く作って。そう簡単に作れるわけねえか。ポンって作れたら神だもんな。早く早く。意外とかかる。これはリスタートしてきた方が良かったな、普通に。ここか。レンジャーすぐ行けるんじゃね。解決しました。タスクを追加中。要請を受信しました。じゃあアンキロサウルスのためにも仕方ねえから、問題がステルティオミムスとトリケラトプス売るか。ベロキラプトルを一に移動して、アセットの回収に向かっています。食べ物やべえことになってる。アセットの収容に向かっています。大
量のヘリが飛び交ってる。アンキロサウルス、こっちはどれだどれ、違う、アセット移動中、トリケラトプス、アセット回収要請受信、フィーダーの補給リストに追加します、タスクを受信、こいつでやった方がいいな。うん、金庫道悪いやつ誰？金庫道低下が分からない。リーダーの呼吸輸送中。アセットの引き渡し確認済み。ここで嵐とかやめろ。アセットの引き渡し完了。アンキロサウルスダメだな。どこ破損？変電所。契約してるわ、大丈夫だ。クロサウルスどうするかだよ。個体数まだ多いな。アンキロサウルス用のエリア作るか。よし、ここをアンキロサウルスエリアにしよう。これでアンキロサウルスを沈静化してくれ。これがアンキロサウルスだ。アンキロサウルスを行方不明に。これだ。かわいそうに。フェンス越えましただって。アセットの輸送完了。修理要請受信。修理クルーを派遣します。誰が壊したん？あ、やべえ、ベロキラプトルが入ってきた。決定、タスクを追加中。やめろやめろ、失敗するじゃねえか。まあでもフェンスが壊れたって。どこフェンス壊れたの？修理クルー到着。やばくねこれ。距離どんどん壊れてるよ。問題なし。やばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。めっちゃできますね。アセットの回収に向かっています。安全なシーケンスで囲わやられてないっす。飼育されてないっす。
全然安全じゃないです。後ろこいつ売却してやろう。は？沈静化はよ。やべえな、沈静化。精度低すぎ。スケジュールも追加しとくよ。本当にこれ。命中率。チャンスが扉の前で待ってるわ。無理だと思うけどな。アセットの輸送が完了しました。これも食うか食われるかの世界だ。うわ、恐竜に人が食われる世界で苦しんでるのに妨害行為まで対処しないといけないなんて、やる気はあるよね。やる気あるよねじゃねえよおめえ。こいつに当てきれねえんだよ。ヘリコプター下手くそか？俺が操作するわ、もう。どこ行った？旋回、実施中。本当上。接触が確認できました。もういい。当たんねえじゃん。アセット報告を受信中。任せるわ。フェンス壊れたんだって。修理要請は対応中。了解。決定。あ、これ脱げてますね。タスクを受信。どっからどうやってこう壊したん。あ、もう一匹逃げてきますね。レンジャーチーム、それ壊してほしいんだけど。クルーが修理要請に応じています。直してほしいんだけど。で、まあいいや。はい、ミッション。はっ、ひどいショーが終わる理由って何だと思う？最悪。こっからいいショーが終わる理由と同じ。最悪だな。観客が来ないからさ。パークにゲストを呼び込んで、ゲストのお尻を座席に座らせるんだ。全部だから帳尻を合わせるなんていうのかな。マジかよ。参加してくれるの？やった。じゃあ最初の一歩を始めよう。こんなに難しい。新しい恐竜を孵化させて、舐めてたわ。生息域を与える。どうするかは分かってるわよね。いやあみんな、これからショーをするよ。一大スペクタクルショーだ。作るのに何億年もかかったからね。命に注意してご観覧ください。マジ舐めてたわ。修理要請を受信しました。なんでなんでリペアできないのお前は。移動開始しました。ねえし、おい、そこにフェンスあるだろ。それ直すだけだよおめえ。要請します。おい、最悪。距離逃げたじゃねえか。どこ行った。こいつか。ついでにアンキロサウルスも沈静化させて。アンキロサウルスどこ行った。これこれ了解。誰か死んじゃったわ。アンキロ、いた。もうここにクリエーションラブ作ろう。危険なことはいいわ。もうマンドクリエーションラムをこれにくっつけて。うわ、設置できねえ。設置できねえ。ショック。
こいつも売ろう。アセットを回収中。こいつも売ろう。アセットの回収に向かっています。いや、こっちも壊れてるやん。いつまで？派遣中、リストに追加します。こいつも売ろう。アセット輸送中。で、チェンキンゴサウルスをアセット回収要請を受信しました。アンキロサウルスもこっちいいわ。アセットの輸送中。ご飯やべえな、今回の本当に悲劇だわ。もう俺の範囲を圧倒的に超えてしまった。今日うわっ、パークの信用ガタ落ちやん。 1.5 だって。そりゃそうなるわな。4まで行ってたのに最悪だわ。修理要請に応じています。要請を受信しました。輸送中、アセットの移動開始。うわ、舐めてたわ。ちゃんと順番を追ってやらないといけない。ちょっと急ぎすぎたがゆえにやってしまったね。大惨事になってしまったね。余計時間かかってるっていう。これ危ないからフェンス二重にしましょう。こうしてうわ、距離邪魔。無理だな。ヤギは逃げていったのだ。そこじゃなくね？そこじゃなくね？どこら辺から違う？感じ？ここら辺から？引き渡しが完了しました。これ1枚壊された段階で気づけるはずだから。これダメだってもうダメだわ。アンキロサウルスはもう安全に、ね、絶対安全になりました。
ディロフォサウルスを放ちました。ディロフォサウルスを沈静化させます。まずね、妖精を受信しました。誰か死んだ、どっかで。回収が必要なアセット、ディロフォサウルスが沈静化されたらいいよ。こいつをこっちに。アセットの収容に向かっています。で、そしたらベロキラプトルを放てばいいね。もうちょい飛行機が釣り上げ始めたらでいいかな。あれが降りてきたら降りてきたね。じゃあ放ちましょう。朝に釣られてるとこを攻撃したりしねえよな。入場者数を上げる必要がある。お客さんの需要に応えるんだ。上げて上げて上げて。落ちてきたら私がキャッチして蹴り上げます。私の仕事には特殊な明るさが必要ですね。待って、問題発生。またか。島の送電網がダウンした。フェンス壊れたってこと？つまり緊急プロトコルに切り替えてお客さんの安全を守ろう。分かったよね。妨害行為じゃないかと。いや、確信がある。マジこいつ。そのようだな。あのおばさん。どの敵かは分からん。少しの友達と大量の敵、覚悟してかかるんだ。ああ、その通り。探ってみよう。また連絡する。いや、妨害リスク低なんだけど。これもしかしてあれか、ミッションの、ミッションの妨害工作か。そうだな、これ多分ミッションに妨害工作があるっぽいな。お坊さんを疑って悪かったよ。各教授が安全な心の中で大丈夫だよ。多分買われてるぜ。今はアンキラプトもあっち行ったし、アンキロサウルスもね、これ平和に暮らしてるから。なんで、なんで恐竜の、あー見れない。あろうぜってことが、喉が渇いた。了解、忘れとったよ。森林大丈夫、水大丈夫、大丈夫、他も大丈夫。もし喉が渇いて食べ物も大丈夫。じゃあ大丈夫だろう。というわけで、じゃあ今回はここで終わりにしましょう。あと4分間次回耐えればここでのミッションはクリアだ。ただこれだな、恐竜の治療ってやつだな。新契約、来るこれじゃなかったから。そしてここのあれは地に落ちたし、サウロペルタ、嘘だろ。何が起きてる。はあ、どの恐竜。こいつだ。ゲストに危険なんで。それ沈静化させよう。怖い時は沈静化させよう。タスクを追加中。忍者チーム、修理要請受信。修理クルーを派遣します。リストに追加します。全然全然大丈夫だと思うけど。こっち
置き換え。こっちも怖いからこうしとく。素晴らしい仕事だった。なんでこの仲間が少ないってベロキラプト。嘘だろ、俺売りすぎた。ベロキラプトル売りすぎたっぽいね。ちょっとベロキラプトル作ってあげるか。食われた。食うか食われるかの世界だ。最悪。恐竜に人が食われる世界で苦しんでるのに妨害行為まで対処しないといけないなんて、やる気はあるよね。マジかよ、マジかよ。アセットの回収に向かっています。もうスピノサウルスいらねえだろ。邪魔な邪魔な要素は全て排除しようぜ。絶対勝ったと思ってたのに。もう失敗する要素は全部排除しよう。マジかよマジかよ、信じらんねえ。仲間まだ多くても大丈夫だよね。こっち狭いけどな。最悪。アンキロサウルスまた作らないといけないの。やべえやん、絶対成功すると思ってたのに。ディロフォサウルス出してあっちに移して、ベロキラプトル2体作ってこっちだな。マジか、散々すぎる。一応パークの信頼は回復しつつあるけど、やべえわ。でまた発電所が止まるんだろう。止まったらこれで再起動すれば勝ちだから俺多分。テレ探索つけて、出力増加つけて、出力増加つけて、これでも勝ちだから俺。144ワットあればさすがに耐えるだろう。最悪だね。というわけでじゃあ今回ここで終わりにしましょう。次回改めてミッションもう一回リベンジだ。ひどいショーが終わる理由って何だと思う？いいショーが終わる理由と同じ、観客が来ないからさ。パークにゲストを呼び込んでゲストのお尻を座席に座らせるんだ。観客だから帳尻を合わせるなんていうのかな。無理だよ、もう無理だよ。参加してくれるの？やった、じゃあ最初の一歩を始めよう。新しい恐竜を孵化させて生息域を与える。想定以上にやばかった。いやみんな、これからショーをするよ。一大スペクタクルショーだ。何回言ってるんです。かかったからね。命に注意してご観覧ください。本当に命に注意して。これは今いらない。これベロキラプトルを作る。もう友達できたから。つかさ、枠あったよね。あんじゃないか枠。ベロキラプトルサンプラー行ったら余裕だろ。でこいつを移動させます。待ちます。鎮静化させます。確認しました。やべ、終わるに終われねえ。ほんとジュラシックパークって大変だね。
うわ、戦闘してね、お前ら。大丈夫。チュンキングをパニックしてる。ショーの見せ方が分かっているね。まさに人気者の力さ。やべえ。アセットを収容中。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。セジカでした。やばいよー。